はい、どうもこんにちは、松塾の松井です。何回もね、自己紹介とかである程度紹介してるんですけどね、なんか同じような質問してくるやついっぱい最近出てくるんで、もうちょっと面倒くさくなってきてるんですけど、はい、質問に対して答えておきますが、松井先生どんな女性のタイプが好きなんですかとか、なんかゲイなんですかとか、わけのわからないですね。疑惑っていうのがいくんですよ。はい、で、いやそこじゃないよっていう、なんでそこ選ぶんっていう、君目大丈夫かなっていう感じなんですけど、はい、というわけで私の答え簡単に言っておきます。はい、こちら、私の女性のタイプはこれですね。未来日記のガサイユナのような普通の女の子はタイプですって、もうずっと言うと分かりやすいでしょ、はい、ということになるんです。はい、で、まあ、私の要するに特徴っていうことになるんですけど、まあ、4つポイントになるんですが、基本的に地雷女で、あとあと面倒くさくなるんじゃないかなっていう女性はね、あんま私選ばない傾向にあるんですよね。はい、なんで、まあ、要するに、まあ、ガサギのみたいなタイプだった場合は、まあ、あんまりこう地雷にならないというケースがまあ多いかなということになるんで、まあまあガサギのみたいなタイプがまあいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、まあ、地雷選んちゃうと大変なことになるんでね。はい、いう感じになるんでね。はい、ガサユノの場合っていうのは地雷にならないんですよね。それと他人は大変なことになってるかもしれないですけど、大事なのは僕なんで、僕に危害がない場合別にどうでもいいやんっていう話になるんですけどね。はい、いう感じになるんですけど、はい、まあ、あの話の中やったら別に自分が倒されないことが最優先課題だっていう場合なんですけど、そのね、牙が自分以外に向くっていう、別に何の問題もないじゃないかっていう気がするんですけどね。はい、で、まあ、二つ目なんですけど、実は、私、自分の行動を忘れます。はい。申し訳ないんですけど、僕の悪いところの癖なんですけど、自分の行動を、忘れます。はい。簡単に言うとですね、仕事の行動の時はあまり忘れないんですよ。まず忘れないです。何回かやらかしたりとかすることはあるんですけど、疲れすぎて寝て起きれなかったとか、そういうのはあるんですけど、プライベートになると、これが途端に実力をなくすという感じになるんですけど、パーンって、プシュー、みたいな感じになってしまうので、自分の行動を忘れるので、まあ、あれぐらい、まあ、私の行動を分刻みで分かってくれる相手だと逆に、便利だなっていう。うん、便利だなっていうふうに思いますけどね。はい。ということですけどね。はい。で、三つ目ということになるんですけど、まあ、これはマロニスさんとかは、まあ、よくわかってると思うんですけど、まあ、僕、どうやら鈍感らしいんですね。はい。また、どうやら、それもなんか、腸が腸がつくほど鈍感らしいんですけど、まあ、未来日記のガサイユナがずっとユッキ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 って延々と言うんですよ。ユッキ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 って言うんですけど、だいぶ見て、終わりぐらいかな、終わりぐらいになって、だいぶ言って、なんかね、ユッキーのお嫁さんになろうとか言ってね、何言ってんだろこいつとか思いながら、まあずっと見てたんですよね、単純に。で、だいぶ見てようやく、あ、ユッキーが好きなのかっていう風に気がついたという感じですね。初め何してるか全然分からなかったですよね。はい、なんか家の中に侵入してくるとかね。はい、家の中に侵入してくるで勝手に材料を漁るなんて思いながらね。はい、晩ご飯なくなってまいやんけって思いながらね。はい、いう感じになるんで、まあそんな感じで見てましたね。はい、4番ってことですね。はい、で、まあ、ガサいうのに関してなんですけど、セーラーしか言ってないと思うんですよね、イメージとしてね。はい、今日会った女の子なんかどうでもいいよって言って死んでも構わないじゃないみたいな、うん、俺もそう思うとかもそんな全然知らん他人とか別に感情移入しないしみたいな、はい、という感じになりますね。むしろ未来日記に関して言うとユッキーの方がイラついてましたよ、私ね。どっちかっていうとバカなのこいつみたいなね。はい、なんでそんな面倒くさいことやってるのって、はい、自分の日記とお前ガサユナの日記お前見比べろ、これ1話で終わるやんこんな話みたいな、話をずっとイライラしながら見てましたけどね。はい、いう感じになっていきます。ということで皆さんよろしいでしょうか。はい、ということですね。はい、なんかこの女性可愛いですよねとか言ってツイッターとかYouTube とかでもポンってこう投げかけられる方いますけど、いや違うよっていうね、ちゃんと人の好き嫌いの好みをちゃんと分かっといてねっていう話、はい、ということですね。はい、未来日記のガサイユノのようなね、はい、普通の女の子がタイプですので、はい、
この辺のところね、わきまえてやっておいてくださいということになります。まあ、世間一般的に言うと、ヤンデレで面倒くさいとかいう女になるのかもしれませんが、それはあの世間が間違っていて、私が間違ってるわけではないので、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。